さあ12時30分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は、クレイジービー沖縄からウロトラソウキさんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。架け橋沖縄という支援団体を紹介するコーナーで、だいたいおじいさんおばあさん、だいたいおじいおばあが出てくるんですけどね、優しい、うん、まあそんなことない、若い人も来るんだけど初プロレスラーということで、初プロレスラーですか。はい、覆面をかぶった支援者っていうのは初ですね。初なかなかいないですからね。いないですね。覆面かぶってる人は二、はい、人目はいるんだろうかっていう初ですね本当に、はい、ありがとうございます、はい、ウルトラソウキさんといえば、イトマンの人間魚雷ということで、はい、これは何て言うんですかね、名称というか二つ名というか、はい、キャッチフレーズって言ったらいいですかね。キャッチフレーズ、はい、はい、イトマンの人間魚雷、はい、ちょっとイトマン出身のプロレスラーなんで、はい、はい、というウルトラソウキさん、まあ、今日肉の日でもソウキつながりの話があったんですけど、そうですね、もうさっきお肉の話ばっかりするからもうお腹空いてきましたね。、はい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、肉の日っていうか、まあ、普段好きな食事飯屋さんとか、まあ、イトマンのとことかなんかあったら教えてほしいなと思ってて、はい、なんかうまい店知ってそうっていうすごく感じるんですけど。あ、そうですね、よく行く店とかあります？よく行くお店、うん、まあ、糸満横丁でしたり、はいはい、はい、あ、おでん屋さんでしたり、はい、そこもまた行くんです、ね、おいしいお肉あるとこあるんで、はい、糸満横丁っていうお店自体が、うん、あ、お店っていうか、屋台がおすすめですね、はい、今のっていう悩み方はいっぱいありすぎてくれにしまう悩み方だなと思って逆に結構知り合いだらけで、ね、止まっちゃう、そうですね、どこを取り上げて、はい、そうだね、こっち取ったらこっちに角が立つみたいな、うん、はい、この間ドラゴンゲートの試合があった時に見に行かせてもらって、はいはい、ありがとうございます。めっちゃその勇姿を見て感動しました、はい、あの時なんだっけ、架け橋沖縄も立ち上がったばかりとか、うん、まあ、子供飯グランプリっていう子供に食事を配るイベントとかやってたんですけど、はい、それでもうクタクタになってて、はい、その準備とかで、うん、その時に見に行ったんでめっちゃ元気もらって、あ、本当ですか、本当にうわ頑張ろうと思いましたね。すげえ人を楽しませる、あの時は結構みんなを笑わせるようなことも多かったんですけど、はい、楽しませるのに全身を使って全力で動いてるのを見て、はい、俺はまだ手しか動かしてねえと思ったんですよ。まだ全然動けるって思ってあれを見た時に、あ、そう思っていただけたら本当ありがたいですね。いや、もう、はい、こちらがありがとうっていう気持ちでした、はい、でも社長がたい的にそのままリングに乱入しても違和感ない。いやいやいや、違うよそれは、何の技術も何も身長ありますからね。そう、体だけはでかいんですけど、うん、すごく感動させてもらったっていうのがあって、そんなウルトラソウキさんなんですけれども、はい、まあ、聞きたいことはめちゃくちゃたくさんあるんですが、はい、今日は架け橋沖縄ということで、クレイジービー沖縄からウルトラソウキさんとして来ていただいていて、はい、今日は架け橋沖縄だから支援活動の紹介なんですよね、はい、だからウルトラソウキさんが関わっているってことですよね、支援活動に。そうですね、はい、クレイジービー沖縄っていうところについてまず教えていただけますでしょうか。どんな団体なんでしょう、はい、まずクレイジービー沖縄はですね、生前 K1 選手の山本キッドさん、はいはい、もう残念ながら亡くなられたんですけど、うん、はい、その山本キッドさんが最後に建てられたジムが糸満にあるんですよ、うん、あ、最後に建てたジムだったんだ。はい、そうですね、そうなんだ、はい、じゃあ一番最後だから最近ってことですよね、うん、そうですね、そうだったんですね、はい、でそこで、キックボクシングでしたり、MMA、はいはい、体幹トレーニング、はいはい、あとウエイトトレーニングも、はい、できますね。はー、で山本キッドさんの意思を継いだ、はい、熱いジムとなっております、はい、山本キッドさんの逸話はもう話聞くと涙ものが多いよね、すごい努力というか、まあみんなに驚かせるような、はい、熱いストーリーが多いんですけど、そんな系譜がある、クレイジービー沖縄、沖縄にそういうジムがあってっていうこと、はい、ジムっていうんですかね、まあ、格闘技を教えるところがあって、そうですね、はい、はい、そこでどんな活動されてるんですか、はい、子どもの支援を行っている、はい、はい、子どもの支援も行ってます、はい、はい、どんな活動で、ですね、まず僕らも糸満の子ども食堂でしたり、はい、子ども児童園のイベントに参加していくうちに、はい、ちょっと僕らも何かできないかと思いまして、うん、はい、でしたらこう僕らが教えれる技術、はい、まあ、キックボクシングでしたり、僕は受け身も、プロレスラーなので、はい、受け身を教えたりとかもできますので、こう母子家庭で、平日お母さんがいない
時に僕たちのとこに来て、キックボクシングや受け身を教えたり、はい、待機児童の子たちもこう、決まるまでこう、はい、僕たちと練習したりそういう活動をしてますね。あ、そうか。今だから居場所がない待機児童の子どもたちだから居場所がない子どもたちに対しての、そういった居場所の提供だったりもするんですね。そうですね、はい、うん、そこでまあ普通幼稚園とか保育園学校では教えないような、うん、はい、マジモンの受け身の取り方を、はい、でも最近の子って転び方もなんかうまくなくなってきたって。あ、そう聞きますね、はい、受け身大事ですよね、はい、ちょっと転んだだけで怪我しないように。下手くそっすね、確かに、はい、うち子供3人4人いるんだけど、うん、ね、本当に転び方知らないんだなって思った最近、うんうんうん、手つかないんだなと思ってさ、あ、うん、あ、もうガーンってこう、そうそう、バーンってこの肩で行って、で、いやいや、はい、手前に出せば良くないっつって、はい、いやもうなんか 手ですっていうのが分かんなくてみたいな感じで倒れていくんだよね、はい、だからなんか、まあ、手出すのも簡単にバッて出したら危なかったりするんだけど、うん、受け身の取り方とかってほら役に立つじゃないですか、うん、そういう時とかに、ね、そうですね、必ず、はい、うん、攻撃の仕方は役に立つのかっていうとその、まあ、試合とかねスポーツとしては役に立つけど、うん、実生活ではあんまり使わないじゃないですか、うん、受け身はね、はい、どんどん転ぶ時なんてありますから。ありますよね、うんうん、もうしょっちゅうこれ僕あの目の前の階段でもう3回ぐらい転んでます。あ、これなんですもう うなぎ、うめき声を上げてうえっていうの状態ですからね。あれも受け身取れてないんですよね、だから実はまあ今から自転車とかも乗るだろうし、うん、あ、そうですね、子供ね、はい、そうなんだ。その子供たちに、そうした、ことをやろうと思ったら、まあ、その糸満市もすごいですよね。いろんなところで支援活動されてる方が多くて、そうですね、やっぱああいうの見てて、はい、あ、何かしたいってだってやっぱ、はい、感化されてやっぱり、はい、そうですよね、あれ見てたら僕も何かしないといけないと思いました、はい、それで始めたのが、はい、きっかけで始めたのがそれだったんですね、はい、格闘技も教えるんですよね。そうですね、うん、はい、子供たちっていうとどれぐらいの年の子たちが来るんですか。ですね、小学校1年生から、小学校5年生まで。結構高学年近くまで、はいはい、いますね、はい、戦わせたりするんですか。あ、いや、もう高学年になったりしたら、もう試合も出て、あ、今ベルト持ってる子たちが2人もいるんで、はい、じゃああれだ、支援っていうのもあるけれども新しいその目を育ててることにもなる。そうですね、はい、そうなんだ、ベルト持ちもいるんですね。はい、ベルト持ってる小学生が2人もいるんですよ。すごいこれは MMA っていうか柔術ですか。キックボクシング。キックボクシングで、はい、うわ、すげえ、はい、すごいね、うん、俺負けるはず負けるね負けるはずね。そう、ミット持ったりしますけど、わあ痛いですよ、ミット持ってても、はあ、はい、小学校これが小学校の蹴りと思うぐらい、はあ、やっぱしなってそう、英才教育だよね、うん、すごいね。そうですね、はい、支援じゃないね、だからね、なんか支援だけどすごくいいことですね、うん、支援と育てるかもう一緒になってるから、うん、本当になんかただただ施すとかそういうことじゃなくて、そうですね、はい、本当に結局つながっていくんだよね。それってやっぱ楽しいからですよね、そこまでうまくなる。そうですね、絶対子供たちが興味あるからこう、そうだよね、はい、楽しくなかったら逃げるもんね。ベルト取るぐらい楽しい出会ってるんだよね、そうそう、うん、ここ結果も出てるんで、はい、うん、そうなんですね、はい、その子供たち、まあ、ベルトって言うとじゃあ沖縄の大会出たりとかそういうことですか。そうですね、はい、糸満強いんだじゃん、糸満っていうかこのクレイジービーさんが強いんですよ、うん、はい、強いですよ、はい、ソウキさん、ウルトラソウキさんも教えたりするんですか。はい、僕はまだ1年生2年生の担当でしたり、はい、へー、マット運動、はいはいはい、はい、とか受け身をちょっと教えたりしますね、まあ、まずはね、はい、怪我しない、そうですね、技術から、うん、やっぱ僕もプロレスで培ってきたのがあるんで、はいはい、そこを子供たちに教えてうん、いけたらいいなと思ったので、プロレス好きだよね、子供たちって、うんうん、あ、大好きっすね、うん、やっぱ僕も子供の頃すごい好きになって、うん、で子供でプロレス好きになるとめっちゃ技かけてくんだよねそうですね、だから学校ではちゃんとやらないようにっていうのはちゃんと教えて、これが、はい、これ何回好きやって言われて突っ込まれたから、うん、もうそれやめろって言って、ね、傷つけないラマヒストラル丸め込みいいっすね、平和的っすね、うん、いいね、ルルロキナさん本格的だったとかね、うん、厚川純さんマット運動とかね、そうですね、マット運動とか、ね、本格的ですよね、うん、教えてもらって、これ支援活動なので、はい、大体どれぐらいその子供たちはいつでも来れるんですか、どんな風にやってるんですか。そうですね、今
糸満市の市役所と系列してまして、はい、で、母子家庭の子供たちでしたり、はい、待機児童の子供たちにこうキックボクシングを習ってみたいという希望がありましたらこう、うん、クレイジービー沖縄に来てもらうっていう形になっております。市役所と提携してるんですね。そうですね。じゃあ市役所で相談があったらそこから連絡来たりとかする。そうですね。このニーズ調査をしておりますので、はい、その中にキックボクシングジムや格闘技の、はい、部門がございましたらこっちに、そうかそうか、はい、来るっていう形になっておりますね。ニーズの調査もする。はい。大体何人ぐらいいるんですか今。そうですね、まあ、1名や2名ですね、はいまあはいはい、そうなんですね、はい、これもし自分のこれは糸満市内ですよね。糸満市内ですね、うん、糸満市内で行きたいという方はじゃあ市役所に相談しに行く、それとも直接クレイジービーさんに相談しに行くんですか。直接でも、はい、どちらも大丈夫。糸満市でも、はい。あ、そうなんですね。今、まあ、きっかけとこういう中身について聞いたんですけど、はい、この支援活動をしてて子どもたちと実際に触れ合うっていうことがあると思うんですけど、はい、その中でいやなんかこれは課題だなとか世の中の問題だなと思うこととか感じたことってありました。そうですね、僕らも始めたばっかりなので。ああそう、いつ始めたんでしたっけ。はい、去年ぐらいからちょっと提携しているので、はいはい、ちょっとやっぱりしっかり勉強しないといけないなっていうのを思いますね、はい、課題というか。なるほどなるほど。支援する側として。そうですね、支援する側としていろいろなことを把握しないといけないなっていうのはありますね、うん、はい、なるほど。今まあこう支援活動してて、まあ、じゃあこれからっていうところだと思うんですけど、はい、まあ、いろいろやってはいると思うんですけど、なんかこれからやりたいことだとか目標みたいなことってありますか、はい、なんか夢みたいなことって。そうですね、まあ、僕個人の思いになるんですけど、はいはい、こう、はい、待機児童の子たちが来て、まあ、一緒に練習して、まあ、最終的に、またベルトを取ったりとか。うん、はい、あ、そうだよな、はい、それなんならもう将来こう、ね、那須川天心に負けないぐらいの、うん、選手ができたらいいなと僕らは思いますね、うん、はい、めちゃくちゃ夢があるよね、うん、そうですね、うん、はい、でも夢っていうか、うん、事実ベルト取ってる子がいるんだから割と、そうですね、割と現実味も帯びてきてるというか、本当にいいですね。なんか、はい、等しくみんなにチャンスがあるって本当に素晴らしいことですね、はい、なかなかそういうとこに行く余裕がないとか、うん、まあ待機児童だったりいろいろ問題があって、はい、いけないっていうところをなんか逆にそこでチャンスを与えてるっていうこのクレイジービー沖縄さんとマルタさんに本当に感謝というかすごいなと思います、はい、これ支援活動を紹介する上で、はい、それすごいいい活動だな、俺も何か協力したいなとか、自分も何かあげれるものだとか何かあったらみたいなことを、思う人がいて、そういう人たちにその必要なものでも人でもお金でも何でもいいので、何か必要なものってあるんですか。いえ、必要なものっていうか、はい、うんうん、やっぱ興味持ったらやっぱうん、もう遊びに来る感覚でいいので、はい、ちょっとやっぱ体験でしたり。そうだよね、はい、うん、いいっすね。実際僕らと一緒に、はい、子供たちと一緒に体を動かしに来てほしいですね、はい、うんうんうん、ありがとうございます。年はいくつまでとか決まってるんですか。え、決まってないです。あ、本当に、はい、じゃあ局長行ってきたら受け身がちょっと弱いところが、もう受け身なんですけど基本的にだけどその受けきれないところがやっぱあってね、それをちょっと教えてもらってもいいんじゃないかなと。そうですね、うん、受け身も僕も覚えたいですけどね。いや、そこの階段で転んで怪我する人に言われたもん。いやいや、だから転ぶのは転ぶわけ受け身が取れたらよかったんだよね。そうね、泥酔した時にでもこう受け身取れるように。ああ、そう、自然に体に覚えさせる。そういう体にしますもん、はい、そういう体にしてくれるって、はい、それ大事ね、うん、ありがとうございます、はい、駆け足沖縄、まあ、クレイジービーさん、クレイジービー沖縄のことと子どもの支援のことも聞いたんですけど、はい、せっかくウルトラソーキさんが来ていてプロレスのこと聞かないなんてもったいなさすぎるので、ね、ぜひ局長がプロレスっていうか、まあ、スポーツめちゃくちゃ好きなので、はい、ありがとうございます。いろいろ聞いてもらえたらいいなと思うんですけど、うん、はい、なんかいろいろあるでしょ。何、いや、聞くことがというか、彼めっちゃスポーツ好きなんですよ。あ、うん、そう、冬聞いてますけど、はい、これは覆面レスラーに聞くのはまたあれなんですけども、はい、いや、実際かっこよかったんですよ、とっても。ああ、素顔がね。ああ、まずい、恥ずかしい。思いました、同じこと。いやいや、思ってた顔と全然違かった。もったいないなっていうのがもう、うんうん、でもマスクマンって実はそういう未成年だったりっていうのってすごいロマンあるんで、うん、なんかなんていうんですかね、僕の場合はちょっとこのマスクがスイッチなんですよね。やっぱ、ああ、はいはいはい、こうやっぱかぶってこう試合の準備してるとこう、うん、やっぱ
アドレナリンが上がってきますし、はい、なるほど、マスクかぶるっていうことがもうスイッチが入っちゃう、逆にかぶらなかったらもう入んないっていうか、そうですね、実力出せない、いましたよね、こう漫画にあのコチカメでしょ、あ、はいはい、コチカメバイク乗ったらこう、あ、ほんだほんだほんだ、あんな感じです、あんな感じです、なるほど、はい、あ、もうほんだだ、あれが変わる、わかりやすい、スイッチがスイッチが入るっていう別人ですよね、はい、先輩ってなんですけど、うん、こうバイク乗ったら両つの旦那ってこうそんな感じになる、本当だ、あったわかりやすい、はい、もう最初からマスクはつけてたんですか、あのプロレスに入ってから、そうですね、マスクマンとしてもうウルトラ早期として僕はデビューしました、はい、局長マスク好きすぎて自分で作ったマスクをかぶったりとかしてるんですか自分で作ったそうそう、いや、小学校の頃の家庭科の授業の自由物がマスクでした、はい、プロレスマスクでした、マスクを裁縫で作りましたマスクの話よくするよね、プロレスの時に、うん、やっぱもう全然タイガー、僕の世代はタイガーマスクから、あ、タイガーマスクなんですか、うん、でもう小学校入学式に、うん、タイガーマスクとブラックタイガーどっちが好きか喧嘩しましたから、友達と、うん、僕はブラックタイガーですね、僕ブラックタイガーですね、あ、ブラックタイガーですか、一緒だ、いや、かっこいいですね、かっこいい、自転車の店倒すさんがコメントで、はい、マスクを取ると弱々ですかっていうからそうか、勝ちたかったらまずウルトラ早期さんのマスクを外してまずあの弱い方のホンダにしてからジョーカーがいやいや覆面レスラー取られると大体もう何もできなくなっちゃうからそうかもう隠すしかできないです、うん、タイガーマスクもそうだった、たけしさん、早期選手素顔はイケメンですよね、あ、知ってるんですね、知ってるんだ、知ってるんだ素顔ってあの公式でアップしてるんですか、いやいや、アップしてないです、アップしてないです、どこで見たんでしょう、すごい情報量だあ、もう怖い怖いです怖い、普通に怖いですよ、怖い、どこで見てんだろう、はい、うん、あとあの琉球ドラゴンプロレスってやっぱりちょっと明るく楽しい感じ、そうですね、ですけど、はい、やっぱなんかモードによってはなんかちょっとシリアス路線でやったりとか、はい、もう行きますよね、うんうんうん、はい、まあまたなんていうんですか、新しいヒールができたんで、はい、あ、はい、ちょっと最近裏切り裏切られが多い団体になって、はい、ちょっとプロレスの方はバチバチやってるんですけど、バチバチ、はい、急に雰囲気変わりますよね、そうですね、はい衣装も変わる時もありますもんね、はい、はい、最近は誰がヒールに、首里城っていう、あ、はい、そうなんだ、正規軍と一緒にして、はい、一緒に頑張ってたんですけど、はい、はい、裏切りのスピアで、あ、はい、へえ、ちょっと寝返られました、裏切りのスピアやっぱスピアって受けた方ですか、スピア、そうだったんですスピアって裏切る時にやる感じ、はいそうなんだね、うん、僕 WWE はめっちゃ見るんですよ、あー、うん、WWE やっぱ好きなんですね、好きですね、好きというかなんかあれから入っていってで、その見てて、ってそうですね、だから分かりやすい悪役とか、うん、それと戦ったりとかもうそういう話がすごい好きで、はい、僕が確か最後に琉球ドラゴンプレス見に行ったの2年前ぐらいかなの時も誰かがヒールターンしてましたね、誰だったっけな、ちょっと名前が出てこないですけど、結構そのヒールになることはあって逆にいいとこにヒールじゃない方に行くこともあるの、あるじゃない、 あると思う、じゃないとみんなヒールになっちゃうもんね、はい、うん、へえ、そうなんだ、大体ヒールのやつってこうやっぱ心がないんでやっぱすぐ、はい、裏切ったりしちゃうんで、はい、うん、そうなんですね、ウルトラ早期さんもヒールになること、いや、なったことないですね今の心ないからの発言でそうそうきさんが なったらちょっと面白いですけどねお前もねえじゃねえかってブラックどういうことなのってなっちゃういや、性格的にちょっとヒールは僕できないっすねあーなるほど、はい、やっぱそういうのあるんだ、うん、局長はできるんじゃない俺マスクかぶればいやいや、うん、うん、カンパさん、その早期、本早期ですね。どういうことか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、今後の、その一応、琉球ドラゴンプロレスの、はい、スケジュールというか、会場とか決まってたら教えてほしいですけど。そうですね、はい、今週、はい、2月3日ですね、はい、土曜日に、はい、大野山武道館で、あ、はい、あ、大野山武道館でやるんだ。ここはまた他団体なんですけど、九州プロレスっていう、はいはい、団体なんですけど、はい、もう入場無料で、え、はい、入場無料、はい、え、もう自由席、
自由席さ、あ、すごい、そん、あの場所借りて、はい、武道館結構、うん、メインアリーナ借りて、はい、嘘、結構広いよね、はい、そうなんだ、うん、なんで無料でできるんだすごいですね、はい、あのちょっとここも福祉関係で、はい、そうだよね、子供呼びたいよね、うん、そうなんだ、そう、他団体なんですけど、これ琉球ドラゴンも全員出ますので、うん、はい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 、で、自分はですね、また九州プロレスのチャンピオンに挑戦するの、おメインイベントでチャレンジャー、じゃあぜひ応援しに行きたいですね、うん、もう一度日付を、はい、2月3日の2月3日、はい、14時、はい、2時ですね、2時試合開始、はい、場所は大根山武道館のメインアリーナですね、いいですね、ぜひ告知しましょう、はい、こちらの方もね、ぜひよろしくお願いいたします、ありがとうございます、はい、めっちゃいい情報を聞きましたね、ありがとうございます、あっちだったら乱闘も見れるかもね場外乱闘僕天仏行った時は天仏でやるのかなとかって思いながら、あっち傾斜だからちょっと危なすぎるありがとうございます、うん、今日は、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄クレイジーピー沖縄さんからウルトラソキさんに来ていただいたんですけど、最後になんか皆さんに伝えたいことがありましたら、はい、ぜひメッセージよろしくお願いします。糸満市に一番熱いクレイジーピー沖縄なので、うん、はい、皆さんで一緒に汗をかけましょう。ありがとうございました。今日はウルトラソキさんに来ていただきました、本当にありがとうございます。ありがとうございました。